もう今後日本の政治はですね、発展をするためであったらお互い批判して足を引っ張り合っていってもしょうがないと思ってるんですよ。つまり自国の国民が食べるものと使うエネルギーは 100% 自給できる体制作りを時間をかけて作っていかなければ、本当の意味での強い国ではなくて強がっている国にしか諸外国には見えないんですよ。今人口が減り始めて、いわゆる生産労働人口が減っている中で、もし早くからアジアの拠点となる空港を作っていてくだされば、いわゆる国家戦略として作っていれば、人物金がこの日本にほっといても集まってくるシステムができていたと思うと、私は非常に悔しい思いでございますが、私は政治家として次の世代の日本人が世界の舞台で活躍するとき、ああ、あなたは日本人かと、素晴らしい国だと、尊敬の念を持って受け入れられるような、そんな日本を作っていきたい。もう決断と実行力、そして責任を取る、この3つ覚悟していただけるでしょうか。